運命の3球目、小島弘道の選手生命をかけた戦いが今始まった。打てるはずだろう、引退をかけた男なら。一流と呼ばれるバッターはスイングを開始した時点でそれがヒットになるか凡打になるかが分かるという。小島もまた気づいていた。終わりだ。何やってんだてめえら、無様な試合ばかりしやがった。やる気あんのか。勝てねえなら来るなんてやめちまえ。大丈夫か。小島さん、長い間お世話になりました。すまん、力になれなくて。小島さんのせいじゃないっす。リカオンズが優勝できるよう応援してます。バカ野郎、引退したってお前らずっとリカオンズの一員じゃないか。胴上げの時は特等席用意してやる。こんなところで俺は終わるわけにはいかないんだ。デッドボール。あいつわざと自分から当たりに行った。無茶しやがる。小島さん。とは俺の勝ちだろう。違うね。今のボールは明らかにストライクゾーンを通っていた。だろみんな。ああ、そうだそうだ。今のはどう見てもストライクだ。日本でもストライクゾーンのボールに当たればストライクだろ。つまり今のはデッドボールではなくストライク。よって小島は三振。いや、今のは間違いなくデッドボールだ。え？あんたらストライクゾーンの解釈間違ってるよ。初めて小島と勝負した時、奴は俺にこう言ったんだぜ。この四角の枠に入ったのがストライクだよな。ああ。つまり恋であれ何であれ、枠の中に入らなかった以上、ストライクとは呼べない。俺の負けだ。さあ、降りな。そこのバットで。誰がおるなんて言ったよ。俺はお前の右腕をもらうと言ったんだ。プロに来い。プロになればファンの晒し者だ。博打などできなくなる。その代わりお前が今まで経験したことがないような強打者がうようよしている。だがお前ならやれる。十分通用する。日本中の人間にお前の凄さを見せつけてくれ。そしてお願いだ、お前の力でリカオンズを優勝させてくれ。小島はいつまでも頭を下げ手を離そうとしなかった。ああ、私だ。うん、キャンプ地の視察は明日からだが。何、小島君が。うん、そうか、わかった。プロ野球最強埼玉リカオンズは埼玉県埼玉市の大宮スタジアムを本拠地としている。30年前、リカオンズは球団史上初めて日本一に輝いた。だがそれ以後リーグ優勝もない。ここ3年連続最下位の弱小球団である。それでも昨シーズンの観客動員数は12球団中3位。理由はいくつかあった。
親会社であるゼネコンの埼玉組が建設した6万人収容のスタジアム。市民運動によってこの地にプロ球団を誘致したという強い地元意識、そして何よりも国民的ヒーロー小島弘道の存在が大きかった。見たかね、奴の経歴。あ、はい。小島くんの頼みだから仕方なく引き受けることにしたが、正直理解んずに。ゴミは必要ないんだがね。はい、これユニフォーム。ダッサいなこれ。そう言うなよ。小島さんがオーナーに掛け合って特例として入団を認めてもらったんだ。あんまり波風立てないでくれよ。それと今からオーナーに会って契約金についての話をすると思うけど、あまり期待しない方がいいよ。あの人は球団経営を銭勘定でしか考えてないから。もっと強くなるはずのチームなのに、本業の建設業が不振だからって収益のいい球団経営は損失補填の保険としか思っていない。勝てない理由をオーナーに責任転嫁がよ。な、とにかくオーナーに嫌われるような態度だけは取るなよ。君、オーナーの前だぞ。ちょっとは行儀よくしたらどうだね。あ？さっきゆっくりしていいって言ったじゃねえか。いや、それは。まあいい。それくらい破天荒の方がプロとしては楽しみだ。ただし、君は特例としてテスト入団したプロだ。つまり、我々が欲しくて取った選手ではない。その辺は勘違いしないでほしいね。だから、その、契約金と言われるものは出ない。わかるよね。今年の年俸だが、こういうのは実績に応じて支払うもの。君の場合、中学、高校、その他の実績は特になし。唯一、掛け野球での勝敗が499勝1敗と。こういうのは実績とは言えんがね。いらねえよ。ん？年俸やら、契約金やら、そんな甘えた金はいらねえよ。仕事した分くれればいい。ワンアウト、500万。俺が試合で一つアウトを取るたびに、あんたは俺に500万払う。何を言っとるんだ君。ただし、俺が失点したら逆に1点につき5000万あんたに支払おう。ほう、ワンアウト単位の出来高払い。ワンアウト契約ってわけか。乗った、その話。契約は今日からだ。じゃあよろしく。つったは切れる男かと思ったが、バカな男だ。オーナー、大丈夫ですか？あんな無茶な契約。おやおや、ここにもバカが一人。ええ。あ？昨シーズンの最優秀防御率は誰だ？イーグルスの吉田で、防御率は確か 2.73。 え？つまりだ、一試合 2.7 しか点を取られない投手はタイトルを狙えるほどの優秀なピッチャーだということだ。ではそのピッチャーに、お前が無茶苦茶だと言ったさっきのワンアウト契約に当てはめて、球団が払う金はいくらだ？はあ、ワンアウト500万だから、かける27アウトで、1点につきマイナス5000万かける 2.7 だと、あ？プラスマイナス、ゼロ！貧乏人ほど金額のデカさに惑わされる。小島くんのわがままで。とんでもない粗大ゴミを引き受けることになると思ったが、
票を煩わすことなく処分できそうだな。その夜、埼玉リカオンズは神戸ブルーマーズとオープン戦を戦っていた。ねえ、なんだよ、2回でもう8点差かよ。これじゃ試合になんねえな。例の新人でも試してみますか、監督。おお、そうだな。おい、徳志、次の回から行くぞ。急いで肩作れ。いらねえよ、そんなもん。え、何に？なんだよ。そんなもんしなくたっていつだって投げられるぜ。いいから黙ってやってこいよ。それにな、ベンチの中は禁煙だ。特使、何やったんだよ。すみません、井出口さん。特例で入団しただけでもよく思われていないのに、これ以上みんなの反感買ってどうするんだよ。小島さんのことだってあるし、君に関わらなければ小島さんは開幕も危ないような怪我なんてしなくて済んだ。みんなそう思ってる。社長、今年もよろしくお願いいたします。おお、分かってる。オーナー、あ、今日のオープン戦の結果が入りました。おお、 8-0 で敗れました。そうか。それで、ん、まだ何かあんのか。例の男、3回から使ってみたらしいです。どうせ大したことなかったんだろう。それが、え、行けるとこまで行かせて結局9回まで。おお。打者21人全てシャットアウトしました。何？え？それと特地からオーナーにと。あの小僧、面白いもねしてくれるじゃないか。この時はまだ誰も気づいていなかった。このワンアウツ契約が万年 B クラスの弱小球団埼玉リカオンズに奇跡をもたらすことを。ここ鹿児島県鴨池球場ではリカオンズ対フィンガーズのオープン戦が行われようとしています。本日はゲストに右手首負傷のため戦列を離れているリカオンズ主砲小島博道選手をお招きしております。どうも。さて、リカオンズ先発は新人の徳地東和で来ました。オープン戦とはいえ初の先発ですから、さぞかし緊張しているんでしょうね。小島さん、どうでしょう。ああ、寝ています。なんと徳地、間もなくプレイボールだというのにふてぶてしい格好で寝ています。徳地、いい加減にしか。ひどいスコーチ。ありゃ、さーて行くか。徳地選手、今ゆっくりとマウンドに向かいます。前回のようなノーヒットピッチングができるでしょうか。おい、さっさとやろうぜ。うん、君投球練習は？いるか、んなもん。なんと投球練習を拒否。なんという自信でありましょうか。なんだあのガキは。くそ、思い知らせてやるぞ。プレイボール。引っ掛けた。サード真正面。どうだ、徳志は。どうってことね。じきに火だるまになるさ。いけますね、今日のリカオンズ。ああ、
今日の特殊は調子良さそうですか？いや、特殊はいつもこんなもんです。そうじゃなくフィンガーズの打者の方、あんまり特殊を舐めてると大やけどしますよ。フィンガーズの先発は昨年の新人王川中です。今日も150キロ近い速球と落差の大きいフォークボールが冴え渡っています。試合は投手戦の様相を呈してきました。特殊も負けていない。調子いいな、川中。相当落ちてるぞ、今日のフォーク。先輩、僕のことはいいですから早く点を取ってください。あ、まあ、そう焦んなって。心配しなくても、あんなのすぐ KO すっから。なんてのんきな人たちなんだ。なぜ気づかないんだ、こいつがどんなに恐ろしいピッチャーか。そしてここにも一人、東亜の才能に気づいた男がいる。リカオンズ捕手、井手口だった。現在6回表を終わって0対0。なんと両チームノーヒット、まれに見る投手戦となりました。力で押しまくる川中とは対照的に、特殊は独特ののらりくらりとしたピッチングでフィンガーズ打線を完全に封じています。まず均衡を破ったのはリカオンズだった。三塁線入った、これは長打になる。一塁ランナー三塁を蹴った、ランナーホームイン、リカオンズ1点先制。くそ、気にするな、まだか。すぐ取り返してやるぞ。いいです、もうこの試合勝てません。無理だ。だからせめて一本でいいからヒット打ってください。打てない、打てない、打てない。フィンガーズ打線全く沈黙。回は9回。ここへ来てフィンガーズの選手たちはようやく気づく。自分たちは今とんでもない男を相手にしているということに。だが気づくのがあまりにも遅かった。小島の予言と川中の予感は現実になろうとしていた。ストライク、バッターアウト。完全試合です、完全試合。特殊とはなんと一人も塁に出すことなく打者27人全てを打ち取りました。嘘だろ。終わった終わった。特殊とは本当の勝負は開幕の後だ。前回京都奴の弾を受けて足が震えました。今もまだ止まりません。弾の速い投手、キレのいい変化球を投げる投手、そんなの嫌というほど見てきました。でもあの奴は初めてだ。奴の投球は俺の理解を超えてる。球種は全て直球。確かに緩急つけてコーナーをついてくるが、時々恐ろしいほど生クラな球を掘る。しかもど真ん中に。なのに打たれない。やつに見えてるものは一体何ですか？特殊東亜は4日後のオープン戦にも登板。8回からリリーフし打者6人をピシャリと抑えた。そしてオープン戦終了時点での特殊東亜の暫定年俸は
に2億7000万円。